ダメだ、全然変換がライブなのにさ。こんにちは、テロップ書いてる。彼好き見てくださりましたか？出演してました、ありがとうございました。こんばんは。え、なんかここ何事、髪何があったの？やばい、明日の朝にはもう金沢にいるなんて信じられないんですけど。やばい、配信してる場合じゃないよね絶対。えぐい。ちょっと短め、いた、切れた、ゴム短めで終わろう。ゴム切れた、いろいろ積んでる。きえ、もう金沢行ってる人めっちゃ多くてびっくり。みんな金曜日の夜前乗り率高ない、すごいね気合が。あ、夜行バスの方も多いよね。夜行バスの方とかすごい、皆様すごいわ。なるさんはクマのギフトありがとう。切れた、ゴム切れちゃった、猫踏んじゃったみたいな。ゴム切れちゃった、ゴム切れちゃった、ゴム切れちゃった踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃ、踏んじゃ、踏んじゃ、猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んで引っかいちゃって、踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃ、踏んじゃ、踏んじゃった。明日こんな可愛い子に会いに行くんだと思いながら彼氏見てた。あー嬉しい、4人で出演してました。踏んじゃ、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 ティロリロリン。たかしさ、フラスターバトルかな。仕事より早くて外を切れるんだろう、いいね。やばい、ちょっと写真載せる、やばい。なんかさ、カウントダウンしてくださってますよね、福田ひなた誕生祭まで何日。ちょっともっとさ、あの可愛い写真載せるわ、あのあんなん作ってくださるなんて思ってもなかった。ちょっとさ、もうわからん、もう全部作られてるのかしら、マジでやばい。ディズニーの写真もほぼ上げてないし、サンリオピューロランドはツーショットとかは載せてるんですけど、なんか絆創膏が見えてる写真だったし、今日のちょっと頑張るね。ちょっと可愛い写真、可愛いっていうか、夢の国とサンリオピューロランドもまあ夢の国、背景が可愛いとこで撮ってもらったやついっぱいあるから。やばい、忘れてた、そういう存在、やばい。そうだよね、誕生祭って写真いっぱい使っていただけるんだと思って SNS、 やばい、ちょっとしょぼすぎる頑張ります、乗せないと。ゴンゴンハート、ケピンハート、マーボーミュンキラキラ星ありがとう。やばい、忘れてた、本当に乗せればよかった。いや乗せる、今からちょっと急ぐ。あーやばい、ちょっとまともなの乗せられてないよね。ライブありがとうございました写真とか、とりあえず載せてるから、ライブありがとうございました写真はちょっと NG なんですよ。ちょっと普通なの、やばい、やべえやべえやばい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 。でもやハートありがとう。ハート作って恋しちゃってください、やれること。ターボすごいね、すごいびっくりした、驚き。明日詳しく何に驚いたか言おう。いらっしゃるのかな、でもところでいないかな、ね、次会えた時覚えてた、忘れちゃうか。 You hair 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 tying skill amazing thank you very much。 あ、 TikTok 投稿したので見てください、最後まで見てください、お願いします。
福ひな検定何級。いやすごいよ。いやメンバーでも気づいてないと思う。その話になったから、あかりちゃんのツイートであの話になって、あ今日つけてくれてんだって言って話になったからあれだけど、え福ひな検定1級とかだよ。マジ1級が一番上ぐらいだとして、すごいよあれ。あんな気づく人いないいないと思う。マジで誰も気づいてないと思うすごいね。あびっくりした。やばすぎ。えなんでわかるの。え光の感じかなとかな。すごいわね。びっくりした。かーすごい。トリセツの歌詞でありますよね、なんだっけな、小さな変化にも気づいてあげましょう、爪が綺麗とか、なんでもない日のプレゼントが効果的ですみたいな。いやすごい。いやネイルの話ではないんですけど、すごいね。いやすごいすごいわ。お兄ちゃんバラありがとう。バラ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 がバラバラになってバラバラ。とことん。お話、そう。すごい。すごすぎた。9月22日誕生祭く、あれや。楽しみ！誕生祭のために今生きてます。はい。冷やうどん食べながらこんばんは。いいね。いいですね。うどんいいよね。セブンイレブンに美味しそうな月見ざるうどん。あったかいのじゃなくて冷たいざるの月見うどん。食べようかと思ったけど時間なくてやめた。トゥ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 。眠そう。全然眠くない。今だって仕事終わって帰ってきたから全然なんかまだメイクもしてるし眠そう。あのおうちモードなだけだと思う。アップティーあを発送された。黄色嬉しい。アットジャムのやつ。なんかここプツプツなっちゃってる。かゆいんだけど。なんかえ今日でもスタジオにしか行ってない。刺されたのかな。スタジオ内に何なんかやられてる。こここれが今気になってる。やだ。抽選当選当落まったりモード。うん。お家帰って明日寝坊。え明日やばい。マジでテロップ出たら終わろうかなって。テロップ出てちょっと歌ったらやばいよね、マジで。明日さっき彼好き終わって楽屋で話してたの。明日寝坊しないかなだよ。マジでやばい。マジでなんかツアーを思い出すね。自分が晴れ渡くと分かるものが書いてること。お、いいね。ネギ苦手だから苦手だ。ネギ苦手なの。やばいよ。今日の枯れ合いの話じゃないけど、そう、やばいよね。絶対に起きねば。やばい、本当に。
どうしようかな本当に。もし今日自分が彼氏切れてなかったら今の時間に寝てたかもしれない、怯えて早起きに。でもなんかもう今まださっき帰ってきてまだメイクもしてるし、お風呂にも入ってないし、お風呂に入ったらドライヤーマジで 2,30 分かかるんですよ本当に。髪坊主とかだったらこの時間1日30分かかんないのかって思っちゃう。やばい、絶望的かもしれない頑張ります。お風呂絶対シャワーだな今日は。もうちょっと早くパッて上がってドライヤー頑張ってスキンケアして。やばい、荷物も何も準備してないんだけど、準備する？やばい、頑張ろう。準備。やばいな。何がいるかな。何がいる？ひなが忘れてもいいように予備持っていく。嬉しい。よろしく。じゃあメイク道具忘れてもいいように全部見とこうか。重すぎだろう。あ、そっか。今日いっぱい持っていた。楽屋に鏡あるかな。一応鏡。サムネ用の乾電池買いました。はい。T シャツか。可愛いよね T シャツ。エリーって書いて。可愛い。やばい、これなくなる。買わないと。もうちょっとしかない。トリエ10番。うわ。買えばよかった。やばい、ちょっとこれ重たすぎる。取捨選択。ねえ、明日ってやばい？室内？ってさっき話になったの楽屋でね。やば、そうだ、これ今入れようと思ってるバッグさ、今年の夏に日焼け、黒いバッグなのに日焼け止めをねこぼしたんです。バッグの側面にこう、これがまあバッグだとしたらここにバババババ、しかも点々点々点って日焼け止めこぼしてるから、黒いバッグのさ汚い、なんか日焼け止めって分かってるからいいんですけど、ちょっとカビにも見えちゃう。カビってこう点々点になるじゃん。普通にいつこぼしたかも覚えてるぐらい目の前で起こってしまった日焼け止めこぼし事件なんだけど、やってるわこれ。今久々に見たら本当にカビにしか見えなくてやだ、やっちゃったわ。こういうのどうやって取るんだろう。なんか持っていけばいいのかな、修理屋さんみたいな。ホール室内。あ、じゃあ日焼け止めいらないか。ホール、え、嬉しい。うどん屋さんあるの。え、ホールめっちゃ嬉しいんだけど。ホールって音響素晴らしくないですか。まあ、会場によるか。え、嬉しい。イヤモニとかないからさ、そのなんかすごいさ、あの、いい。え、嬉しい。そうなんだ。ホール、いいよね。それで言うと、私の誕生祭もホールだ。神田明神ホール。嬉しい。鏡。やばい、マジで何がいる。でも別に普通に台湾だもんね、ツアーじゃないしな。
君の大好きな人は誰。あ、充電しないと、充電しないと、イヤホンやばい。こうやってさ、前日の夜にさ、充電しないとと思って充電するやん。ほんで朝バタバタで持って行き忘れたりするんよ。なら充電満タンじゃなくても持ってきとけばよかったみたいなことを人生じゃ何度経験したことか。でももうさすがに経験しすぎてるから最近はそういうことが減りました。20年生きてりゃ学んできた、充電機能したやつって。ねえ聞いて、聞いてください。あの今年度初めてパソコンを開きました。今日やばない？ちょっと誕生祭、誕生祭に向けてね、無事動いたよ、よかった。やばない？本当にやばい。マジで置物になってたんですけど。でもユリもレミリーもそうって言ってた、置物になるって言ってた。え、やばいよね、めっちゃ久々に。そうでも結局誕生祭のためにパソコンも持って行って準備したんですけど、結局私はアナログが一番だってことになって、まあ紙に書き出したんですけどね。マジでさ、パソコン、あのアナログで紙にやって準備したそう、ウケるよね、ウケる。だからせっかく充電もして持っていったのにさ、ウケる。ほんとでも久々だったわ。なんかでも私だけじゃなかった。今日彼氏にいた4人のうち3人がパソコン持ってたんだけど、3人とも全く開いてないっていうか、そういうもんなんだなって。そう、スマホが仕事道具だからね。だから本当にみんなが仕事でパソコン使うじゃん、出社して。それが私たち言うたらパソコンじゃなく、何、スマホなわけだからさ。本当にさ、あのユリピのさ、スマホをこのぐらいの段差から落としただけでスマホが使えなくなったっていうのは、え、マジで普通の人がスマホ使えなくなっても困るけど、なんか仕事道具なわけじゃん。めっちゃやばいよね、本当にユリかわいそうって胸が痛かった。あんなことあるんだなってびっくり。なんか気をつけようって思いましたよ。ちびゴミ、ちびゴム、ゴム、髪型を決めてない。あ、ゴム切れた、ゴム切れたからゴム、あ、上のパソコン枯れ合いが曲出したら USB に移す時だけ。おお、嬉しい、ありがとう。そう、経費で買ってもらうスマホ、何、え、スマホ、わ、それいいね、確かに経費っちゃ経費だけどめっちゃいいね、確かに。15万のスマホの、まあ、全額とはもちろん言わないので、半額とか、それは熱い、熱いです。まあ冗談だけど、でも本当にそうだよね。パソコンを開いて作業。でもね、データ量が多くなる、仕事用とスマ、仕事用とプライベート用の機械が一緒だから、それはデータ量多くなるよなって。楽曲とかのさ、写真とか別に消せばいいけど、楽曲とかさ、振り入れとかさ、なんていうの、まあ、世に出てないやつとかさ、プライベートのやつに入ってるからそりゃ収まらんよな。ギガ買ってるけどやっぱ消せないしね。ギガ？ギガじゃない、 iCloud？
なんか容量のやつ出るけど。今明日持っていくメイクポーチ準備してる。このオレンジはいいかな。これは明日使わなさそう。キュウちゃんは1200回訪問。1200回だって。ワンニャンニャンって感じ。よいしょ。そう、明日の準備。いや、これも使う。ちょっと 1g でも軽くしないと、こういうのって重くなるよね。これも置いていくか。片方しかない。え、片方しかない。なんか待って、札幌、ま、丸山動物園カレーアイの北海道で行った時も、やばい、か1個しかない。 片目しか入りません。気づいてよかった。今新品のコンタクトを10枚入りの1個だけ使ったので、最後なくなる時も1個だけでなくなるわ。うわー、くし、くしくしくし、くしは絶対いる。あ、雨。これはまあなくて。ちょちょちょ。どこでもだ。みんな何してるの今。え、充電が52%。微妙です。なくはないけど、足しといてもいいかなって感じ。なんかでも日焼け止め持っていっちゃおう。明日どうする？髪型どうするかで、ヘアオイルを持っていくか、ヘアバームを持っていくか、ゴムを持っていくか、アイロンを持っていくか、コテを持っていくか。やばい、荷物が変わる。髪型決めた方が良さそう。ヘア髪型系の荷物の量がだいぶ変わる。あ、でも室内だから別にあれだよね。そんな暑いとかないんでしょうか。なんか全然荷物ない。いや、あるけど、胎盤と量変わんないわ。胎盤の荷物と全然変わんなかった。入れ替えなくてよかったかも。バッグわざわざ入れ替えたんだけど、全然胎盤とあんまり変わんなかった。でも20分枠か。
何にしようかな。決めた決めた。けどやるメンバーいるかな。まあ一旦決めてみた。決めた。じゃあこれじゃなくて、どうするかにゃって話よね。え、明日30度？30度って何？30度ってどうしたらいいの？半袖？私さ、長袖とか夜たまに着てるんですよ、9月入って。でも寒いのやだな。でも暑いのもどうしようかね。朝と夜の気温さ、寒暖差がすごくなってきたよね。昼間はさマジで普通にもう今までと変わらない真夏の暑さだけど、朝と夜は。でも車の中とか寒いの嫌だよね。楽屋とかも寒いかもしれない。あのクーラーのさ当たる場所によるよね。迷う、こういうのって本当に。暑い時はめっちゃ暑いしさ、クーラー直当たりのとこになっちゃった場合よ。やばい、みんな家族みたいだね。私の日常すぎているかもしれない。どうしよう、薄い長袖にする。決められんな。明日の自分の運勢をどこの空調が近いとこになるかならないかの運命です。運命ってことで OK。 だって普通にツアーで新幹線で広島まで行った時も別に新幹線自体はそんなだったけど、まあでも新幹線はさ空調調整できるじゃん。迷うな。楽屋とかってさ
こう切り替えれない、ハートのギフト、ありがとう。カーディガン持っていくかい？かい？かい？てかそんな私服着るっけ明日すごい旅行に行くみたいな楽しみだけど、普通に台湾行って帰ってくるだけだよね。荷物も別に台湾の分だけだし、なんでもいいか言うて、そんなあれだよね別に。うん、何でもいいかもしれなくなってきた。すごい楽しみに迷ってたんだけど、だからやっぱ長袖で行けばいいんだよ。だって室内はクーラー全部効いてるじゃん。世の中クーラーだよ、クーラーですから。彼氏に相談してるみたいな楽しい時間でした。じゃあ彼氏が何百人か今いたわここに。それを言っちゃう、いやだって、いやツアーの時も、いやそら楽しめた時間はあったよ。なかったかな。青森、青森あったよ。そんな移動しただけじゃなくて味噌ラーメン食べましたもん、青森で。味噌カレー牛乳だラーメン。いやそんな、そんな夢のない話はない、うん、けど別にさ味噌カレー牛乳ラーメンを食べるのになんかどこかに旅行行くみたいにそんなルンルンで服を考えるかって言われると、別に泊まるにしても別にそんなじゃない。いや、なんでもない。なんでも良さそう。ファンの方にね、そう、サイン会の時みたいな、会うわけじゃないしね。白着るかどうかは迷う。あー、味噌カレー牛乳ラーメンが飛ぶから？なんかめっちゃルンルンで何着ていこうかなって思ったけど、現実見てしまったな。ツアーもだってツアー中に私服で写真撮ったっけレベルなんだけど、マジで全部衣装だった。味噌カレー牛乳でちょっと撮ったけど、まあでもこの辺しか薄い。懐かしい。でも楽しかったから、やっぱカレー愛ってすごいわ。普通にほとんどが衣装でのっていうか、思い出っていうかカレー愛との時間だけど楽しかったもんな。けんちゃん、グリッター、ターボグリッター、ありがとう。お昼ご飯？お昼。ご飯。いや、みんなもルンルンで来てね。何着ようかなって。まあ、でも半袖で良さそう。クーラー、そんな嫌いじゃない人。黄色い服で誕生祭来るよって。嬉しい。やった。うれ！嬉しい。すぐ服倒しだってわかるし。嬉しい。王子様ハート、たっくんハートありがとう。やばい、ずっと食べっ子動物の歌が流れてくる。ロンティー、ロンロンロンティー。
キャットってこと？にゃんにゃんキャットってことですか？それはもしかして、ちょっと終わろう終わろう、私お風呂やばいよね。お風呂に行った方がいいんだよね多分。これはきっと後で後悔しますよね。後で後悔する気がする。今は全然別に眠くないんだけど、後でじゃない、明日の朝後悔する気がする。後悔するよってリオちゃんに美しい歌で歌われます。後悔するよバカなのってお金で選んでって言われますから。でもちょうだい言われるたい。マシマシ好き、よいしょ。あの時の5分って朝起きる時思うよね。うん、思う。朝の5分って大事。でも夜ってさ、あー、あ、待って待って、これこれ見て、買ってきた、忘れてた。もう誕生日終わっちゃうんだけど、言うてあと10日で。見て見て、これ買ってきたの。っていうかもう8月末ぐらいに見つけて買った。これ買ったんだよ、珍しく、誕生日らしく。毎年何もしてないからさ、しよっかなと思って。でもどんなんかわからん、開けてみる。え、やば、これ自分で紐通すタイプなんだ。こういうのやったことなくて知らんかった。そういう感じですか。なるほど、マジか。これ今度の配信でしよう、みんな準備一緒に。え、これさ、紐1本しか入ってない、3本入ってない。見てこれ、ハッピーで1本、バースで1本、デーで1本かと思ったら、3本入ってるかと思ったらさ、わっ、マチボーフレーム、ありがとう、かわいい。ひなたちゃん楽しんでるでしょ、マチボー今いいね。ひなたちゃん感じて、ずうずうしいけど。あ、切って使うの？これ今度時間あるときにねやるわ。こういうのやったことないんですよ、自分にも人にも。買ってみた、えらい？これってでももしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、そんなに壁が広くないんだけど大丈夫でしょうか。うわ、いけないかも。ちょっとまた今度の配信で考えよう。一旦おしまいする。これ忘れてたわ、ずっと1週間ぐらいずっと置いてた。片付けて、2メートル誕生日ガーランドっていうらしい。ガーランドっていうんだ。これでもこれどうやって貼るの？セロテープで貼るんですか？ところで壁にセロテープとかお家にないな。どうやってこれはやるんでしょうか。何がいるんだろう。これやるはいいけど多分配信中に飾れないわ。壁に貼れるものがない。どこでもドア、ランキング読もう。15位、ピスケ。14位、ケンちゃん。13位、フクちゃん。12位、やまびこ。11位、グリーンウェル。10位、およよ。9位、ターボーイちゃん。8位、よよよ。7位、カメレオン。6位、 TKC。 5位、リョウ。4位、マーボーミュン。3位、トーモ。2位、鳴沢。そして1位は
高橋さんありがとうございます。多分ランキング変わったらマッチ棒もランキング入ってると思う。さっき大きなフレーム、可愛いピンクのフレームいただいたので、はい、はい、じゃあありがとうございました、バイバイ。あの3周年の先行申し込み、あのお忘れなく、先行申し込み間もなくなので、はい、バイバーイ。明日金沢で会える方は金沢で、気をつけて、おやすみー。配信もあるよー。